ここはいい形で町田埋まって右出ていきます。大谷右使う中島外大谷一つ溜めてロメロフランクシュートこぼれてきたチャンスだ杉森決めた町田同点杉森移籍後初ゴール立ち上がりのいい時間に追いつきましたよね中島ここで1回遅れたんですけどここの折り返しが多分当たってるんですよね相手に、はいまあ、それがいいパスになってるけどもやっぱりこれだけの厚みがあるんでもう3人いますからねそうですね最後の得点は FC町田選手